撮影で初めてですか、はい。山田由紀さんがいたんでめちゃめちゃやりやすくて、<ー>で山田さんがジップって一瞬ですから、気づかなかった。はいはい、クボテンキポイントを広めてくださいというお願い。結構すごいんでしょ。メンバーが始まりました。ジッププラス三 <laughs>、えー。今日はですね、はい、俳優クボテン。 さんをお招きして豪華にやっていきたいと思います。どうも新人賞候補久保天気です。<laughs> お願いします。何の作品でられたんでしたっけ？箱詰め、ね。<laughs> 昨日ねちょうどあの放送された回ですよね。はい、拝見しましたよ。あ私あのもう出るっていうのはずっとおっしゃってたじゃないですか。はい、もうあのいつ出るかなって思って。はい あんなにあのアフロヘアをドラマの中で探したことないです。です隅っこの方なんじゃないかとか、ああもう次出てくるんじゃないかって思って、はい、もうすごいじーっと見てたら結構インパクトのある役で出ていらっしゃいましたよね。はい、あのー、ちょうどモジュア頭がもう一人いたので、<laughs> ちょっとねどっちがこう見分けつくかなみたいなね。<laughs> いや <laughs> 怖 <laughs> かん。あのー、あれです。あのそのドラマの撮影って初めてですか。はい、初めてですね。はい。うん、どうでした。 えっと、そのあの山田さんが、はい、山田由紀さんがいたんで、はい、めちゃめちゃやりやすくて<ー>で、あの本業とは全然違うじゃないですか。うん、だからもうほぼ緊張しなかったです。緊張しなかったんですか。はいはい。はい、えー、すごいですね。いやもう,もうなんでしょう。それこそ生放送はこう一発勝負みたいなところあるじゃないですか。はいはい、でドラマあの。 十十パターンぐらい取ってるんですよ違う方向からあの、そ、それはをそ、それはをですよ1パターンを取ったんですかはい、はい、え、久保さん的にそのオンエアを見て、はい、自分でこれ決まったって思ったやつが使われてましたかいや、それもうだからそ、それは十回ぐらいやってるんですけど、はいろいろなパターンは出してるんですよはいそう、それはそうそう、そうそ,そ,それはとかいろいろ出してるんですけど<ー>何が使われてるかも全然わかんないんですよは,<ー>はい あ、取っている時は、見当もつかず。放送で知る。そうなんですよ。へえ、面白いですね。これだから、台本いただいた時に、こう、息子とね、練習するんですよ。かわいい。で、これ、そ、それはって書いてるけど、どう読んだらいいって聞いたら。<え>そそれはでいいんじゃないって。いや、いや、いや、それは違うで、気持ち入ってないでって。起こしてます、ね、はい。 で、あの目立ちたかったら、そう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 それはって言ったらいいんちゃうって言って、<laughs> そう怒られるからって言って、はい、楽しく、可愛い、話だけでした。はい,い,い、えー。でもやっぱお子さんからしても自分のお父さんが、はい、あのこんなにこう、はい、皆さんから愛されているドラマに出るっていうのはすごい誇りですよね。いや,ねいや、あのあんまりだからよく分かってないと思いますよね。えー、はい。買ってますよ絶対。まだね子供は見てないんですよ。昨日10時なので放送が、はい、もう寝てたので。 多分録画のやつを今かはいこの後見るんじゃないですか、ね、どんな反応してるかちょっと楽しみですね。はいはい、えあの私ドラマの撮影のイメージだと全然知識がなくて恥ずかしいんですけど、はい、あの俳優さん入られますって言って大金の時に背中のとこに名前が書いてあるあの椅子みたいなのにこう,こうベンチコートを着てこう座って待ってるイメージなんですけど。久保天気って書いてある椅子とかは用意されてなかったですか。ね、椅子はあったんですけど、はい、名前までは書いてなかったです。 で、外のシーンだったんで,、はい、でちょっと雨が降ってたりもしたんで、はい、テントがあってそれこそ室さんとか三浦さんとか山田さんとか戸田さんとかこうみんないるようなところで「雨いつやみますかね?」みたいな言いながら「かっーあこのあと23時間もすればやむんじゃないですかね」って言ったら戸田さんが「えお天気詳しいんですか?」「実は私あの気象予報士で」みたいな <laughs> うわ本業もしっかり生かしてらまして。<laughs> はい すごいな。え、ベンチコートは来ましたか。<laughs> ベンチコートはなかったですね。あ新人賞取ったら<う>名前入りのリスト、はい、ベンチコートが来るかもしれないですね。うわなんかすごいちょっとあの今まで本当にこのジップのお天気の久保さんって感じだったんですけど、はい、ちょっとこれからは俳優の久保さんとしてより一層尊敬の気持ちが高まりました昨日の放送見て。ありがとうございます。うわ嬉しい。 今日もね、俳優さんとお送りするプラス3、本当に緊張いちょいちょい、あんまり言い過ぎた嘘なりますかね。いや、でも私結構本当に何回もあの録画してたんで、何回も見返して。じゃあ、あのシーンで山田さんが、ジップって入れてるの知ってますえ、気づかなことです。そうなんですよ。皆さん、あの、あの、フ u l u で見てくださいね。あの、そうなんですよ。僕が、だから、あの、 恋人役の人から怒られて叩かれて引き離された時に。三浦さんとあの山田さんがこう近寄ってくるんですけど。山田さん近寄ってきて、ああ、良かったですねってやってますんで。そんな。これ言われなく。だから、気づかなかった。え、ちょっともう一回見てみます。ジップとしても本当に嬉しい限りですね。ありがとうございます。はあ、すごいことが起きてる。 ああのまあそのまそ俳優、久保さんとのその俳優話はちょっと置いておきましてあのだいぶ前に私と久保さんのプラス3でゲームやったじゃないですかはいはであの私はもう負けまして久保さんのお願いを一つ聞くっていう企画があったと思うんですけどアナウンス部に久保天気ポイントを広めてくださいというお願いこれいろんな人にやってもらってちゃんと証拠の動画も撮ってきました。今日はあのこの プラスリーが終わったら、はい、あの私の SNS でちょっとその動画を公開したいなと思ってるので<お>インスタグラムであの結構、メンバーが、はい、<laughs> ま,まさかそのアナウンス部の先輩とはいえ、はい、やってくださると思わなくて、はい、でも皆さん快諾してくださって、はい、ここは2回とか3回とか手のひらどっちみたいなすいマス先輩よりもさらに先輩ってことですよね。はい、マスさんの 周りぐらい。<々> <laughs> <laughs> あの某豊田さんもやってくださって言っちゃってますけど <laughs>、はいはい、あと私がちょっとこれやってくれると思わなかったって思ったのは、はい、あの顔出しも OK してくれてアナウンサーじゃなくていいアナウンス部長が「はい、あいつも見てるよ」って言って「はい、俺もやろうか」って自分から言ってくださったんです。来ましたね。 伊藤部長って言うんですけど、<laughs> <laughs> あのやってくださって、はい、ちょっとそれも全部動画にまとめたので後で見せますね、久保さんにも。はい、えどうですか自分のその久保天気ポイントがこの日本テレビアナウンス部にこう浸透していくっいうのは、はい、どういうことですか？ちょ,かちょっと正直ちょっと怖いですよね。<笑><笑>なんか大丈夫ですかね？特に何が怖いですか？えボーボーと,と。<laughs> はい <laughs> 久保さんにも言わせちゃったで,えでも豊田さんも、はい、本当にもうジャケットのマヨボタンをきちんと締めてもうメガネもかけ直してくださってものすごい多分日本で一番いい滑舌で「久保天気ポイント」やってくださったんで、えー、もうあれは私はその携帯に動画が何本も入ってるんですけどその携帯だけは絶対落とせないなと思ってもう大事に持ち歩いてます。 いや本当にじゃあ最後ちょっと二人で、はい、その今大流行り大ブームの久保天気ポイントをやって締めたいと思いますちょっと悪意んないやいやない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  <laughs> では行きますはい。せーの久保天気ポイント,イントうわ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 ー知ってる <laughs> まさかうわうわめっちゃちゃんとしてくれてるありがとうございます久保天気ポイントこれからも広めていきます